島ブーエ、サンタトリニタの聖母、385-223センチメートル、ウフィツ美術館、オンニサンティの聖母は、イタリアの中世後期の画家である、ジョットディ・ボンドーネの絵画である。フィレンツェのウフィツ美術館に所蔵されている。この絵画は、伝統的なキリスト教の主題を持っている。聖母マリアと聖母の膝の上に座っている幼子、キリストがおり、 聖人と天使が周りを囲んでいる。聖母のこの特定の表現は当時人気のあるものであり、マエスタ、荘厳の聖母と呼ばれている。絵画はその新しく発見された自然主義とゴシック芸術の制約からの離脱によってルネサンスの最初の作品としてしばしば称賛されている。作品は一般的に約1310年に制作されたものと考えられる。歴史家は ジョットの作品の多くを画家自身に帰属させるための具体的な情報を見つけるのに苦労してきたが、本作はジョットによる制作を裏付けるいくつかの文書がある作品である。画家がフィレンツェで長年暮らし、創作してきたことを示す多くの情報源がある。しかし、本作を具体的に文書化した主な情報源は芸術家、ロレンツォ・ギベルティの自伝、コメンタリー、アイ・コメンタリー、 1447である。1418年の初期の写本文書も、この絵画をジョットに帰属させているが、最も確かな証拠を提供しているのは、ギベルティの自伝である。ジョットの後期の作品の一つである、オンニサンティの聖母は、画家がフィレンツェに戻った時に仕上げられた。もともとは、フィレンツェのオンニサンティ教会のために描かれたが、当時の小さな修道会であった。 ウミリアーティのために建てられたこの教会には多くの評判の絵画が所蔵されていた。ジョットの本作は特に教会の交際団のために考案された。オンニサンティの聖母はジョットに影響を与えた数多くの芸術様式を示している。作品全体で使用されている金色と平らな金字の両方でジョットの芸術はルネサンス期に非常に人気のあった伝統的な イタリア的ビザンチン様式を継承した。祭壇画はアイコンの形式化された表現を表しており、ビザンチン美術の効質性を維持している。ジョットは異界による人物のサイズを維持し、中央にいる聖母と幼子、キリストを周囲の聖人や宗教に関わる人物よりもずっと大きく描いている。しかし、ジョットの人物像はビザンチン美術の限界を超えたものである。 それら人物には重量感があり古代ローマの立体的な彫刻を彷彿とさせる。それ自体がイタリアのゴシックのデザインである聖母の複雑に装飾された玉座は表面装飾として色大理石を非常に特殊に使用している。コスマティスクまたはコスマティと呼ばれる様式に基づいたこの装飾方法は初期キリスト教時代からローマでそして中世後期に トスカーナで人気があった。さらに、様式面でオンニサンティの聖母に大きな影響を与えた特定の芸術家が多数存在した。ジョットの種として伝統的に認識されているチマブーエの影響は作品の非常に対照的な構図において第一に示されている。歴史家はチマブーエが若いジョットに教えたことが本当かどうか確証を持っているわけではない。しかし、 最初の美術史家として認められているジョルジョ・バザーリは、チマブーエをジョットの師匠と呼んだ。師匠という語の使用は明確ではないが、イタリア語はラテン語に直接由来している。ラテン語のマジスターには、師匠と教師の二つの意味があり、バザーリがこの単語の二番目の定義を意味していたとは思えない。チマブーエは1280年の荘厳の聖母で、 本作と同じ対称性を持つ主題を描いた。両作品はイタリア的ビザンチン様式の側面を共有しているが、チマブーエはより多くのビザンチン的特質を有している。さらに、ジョットとチマブーエの両作品の天使の翼の描写は明らかに類似している。どちらの作品も同じような第一印象としての厳粛性を共有しているが、それぞれの作品にはドラマ以上のものがある。 ジョットは、師匠から空間における良感と形態の重要性、及びそれらへの関心を取り入れた。ジョットの人物に見られる静音さは、ピエトロ・カバリーニの様式にも似ている。古代ローマ時代と、初期キリスト教時代のモザイクとフレスコ画の両方から、手がかりを得て、ネオビザンチン的な作品を描いた、この芸術家から、ジョットは、絵画の技法において、そして人物を、 彫像のように静音に表現することにおいて重要な教訓を得た。最後に、ジョットはニコラ・ピサーノ及びジョバンニ・ピサーノなど、北方ゴシック芸術の影響を共有する多くの同時代の彫刻家から触発された。これらの芸術家の作品中に、ジョットはオンニサンティの聖母に確かに影響を与えることになる素晴らしい劇的な構図を見出した。ジョットは、 絵画を二次元的にするビザンチン美術の多くの側面を破棄した。オンニサンティの聖母には聖母子と諸星人の周囲の空間が三次元的なものとして表現されている。ジョットはまた西ヨーロッパの芸術で三次元的な人物像を描いた最初の芸術家である。同時代の芸術家よりもはるかに小さな空間を使用し、作品における立体的体の重要性を一層。 強調した。島ーへの荘厳の聖母では衣服のひだを描くために金の線描が用いられているが、これとは対照的にジョットの衣服のひだはよりリアルで線の代わりに光、影、色を使用して衣服の外観を作り上げている。衣服の下の体の輪郭も特に聖母の膝と胸の周りに認められる。さらにジョットは人物にボリューム感を与えるために 明暗の明確な色調のグラデーション使用した。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチとその後のルネサンスの芸術家に、特徴的な微妙なスフマートを人物像に与えている。ありがとうございます。